ています紅白戦。杉内が先発して初回そして2回、この2回を投げ終えて今下がるところです。かつてこの18番を背負いまして173勝を挙げました桑田真澄さんも記者席から見つめています。さあそれでは今日紅白戦先発のマウンドに上がりました杉内の全投球をご覧いただきたいと思います。まず赤組の1番バッターの坂本に対して緩いボールでセンターフライ打ち取りました。赤組は先頭バッターの坂本、2番が松本、この松本に対しても外の変化球タイミングをずらしましてキャッチャーフライ、そして3番のボーカー、アウトコースの変化球ボーカーはライトオーバーのツーベースヒット。初回にヒット1本を打たれました杉内。続く村田、杉内対村田の対決はサードゴロ、亀井がさばいて初回の杉内はヒット1本ボーカーにツーベースを打たれましたが、その後村田をサードゴロに打ち取ってヒット1本。下がってこのイニング間ではバッテリーを組む阿部と会話する姿が見えました。2回のピッチングです。5番の矢野レフトフライ、そして6番が小笠原、高めのボールいい当たりでしたがセンターへ、センターフライでツーアウトを取りましたがこの後でした。谷に対してフォアボールを与えます。このボールウイニングショットちょっと悔しそうな表情を見せました。ほとんど表情は変えない杉内ですが、この谷に対しての投球フォアボールの瞬間は手をたたいて悔しがりました。そして高口にデッドボール、実松が初球を打ちまして右中間突破の2点タイムリーツーベースヒット。谷、坂口が帰りまして2点も失った杉内、そして今ご覧いただきました坂本ピッチャーライナー打ち取りまして3アウト。これが今日の杉内の全投球でした、全対決でした。1番にショート坂本、そして2番にセンター松本、3番、今日は杉内からライトオーバーのツーベースを放ちました新戦力、新外国人のレフトボーカー、4番にこちらも新戦力 FA で横浜からやってきた村田というふうに話しています原監督です。その刺激という点ではこの選手が巨人に加わったというのも他の選手に与える影響というのは非常に大きい、そう言ってもいいでしょう。マウンド上には54番のホールトンです。昨シーズンはソフトバンクで見事19勝を挙げまして最多勝を獲得しましたホールトンが、このキャンプに入りましてブルペンではマウンドに上がっていましたが、実戦形式では初めてマウンドに上がります。このホールトンが3回どんなピッチングを見せるでしょうか。松本、そしてボーカー、村田と、このイニングで言いますと、まあ、小柄な松本に対してどんな投球をするのか、そして4番に新戦力の、まあ、いいアピールが続いている左のボーカー、さらには村田、非常に楽しみな対戦が待っています。松本の打球はライトへ、長野が取りましてワンアウトです。ちょっと右手の親指を気にするようなそんな仕草を見せていますホールトンです。このホールトンと杉内が加わりまして今シーズンのジャイアンツの投手陣の層が非常に厚くなりました。去年セリーグの最多勝を挙げました、最多勝となりました宇都宮、それから新人王の沢村、そこに杉内ホールトンが加わって、さらには5番手ピッチャーとしてはゴンザレス、東野、2年目の宮國といったあたりが非常にいいアピールが続いていますこのキャンプです。ホールトン、そしてボーカーの対決です。ボーカーもこのキャンプ実戦形式では2月14日初の紅白戦ではライトへ2本のヒット、さらに今日は杉内からライトオーバーのツーベース、ここまで実戦形式ではヒット3本、いいアピールが続いています。ジャイアンツ、そしてパイレーツ、フィリーズでプレーをしました、こちらが第1打席、
杉内から放ったライトオーバーのツーベースヒットです。メジャー通算では240試合に出場しまして17ホームランという実績があります。ウォーカーです。インコースを投げ込んできます。なかなか味方バッターが相手ですから、この紅白戦ではインコースを突くのがちょっとピッチャー陣はなかなか難しいというふうにも言われていますが、外見逃しの三振です。ここはタイミングをうまくずらしまして、ホールトンがこのボーカーを三振に打ち取りました。よくここまでは変化球に対応してヒットを放っているボーカーですが三振。さあホールトン対村田の対決です。村田は今日の第一打席は杉内に対してサードゴロでした。今日も午前中は、この花ドーム室内練習場でバッティング、フリーバッティングを行っていましたが、原監督からも指導を受けていました村田です。今シーズン FA で新加入、2007年2008年のホームラン王です。村田プロ通算で251本のホームランも放ちまして、今シーズンからジャイアンツのユニフォームを着ています。ツーボールワンストライクです。10年目のシーズンです。新天地ジャイアンツのユニフォーム背番号25を身にまとって新たな10年目のシーズンに入っています。思い切ったスイングですが空振りでツーボールツーストライク。杉内ホールトンの加入でジャイアンツの投手陣に非常に活発な競争力が生まれて、野手ではこの村田の加入が非常に大きい今年のジャイアンツです。フリーバッティングの際にも村田そして長野、さらにはそこに坂本が加わって何やらその技術的な話をしているという姿も見かけました。アウトコース見送りましてボールです。低め低めを丁寧に丁寧についていくという印象がありますホールトンです。ストレート、ここはファウルボールになりました。バックネット後方です。村田も最初の紅白戦では4打席ノーヒット、そして2度目の紅白戦では代打で出ましてヒットを放っています。ここもタイミングがちょっとずれました。スリーボールツーストライクです。杉内が今日は初の実戦マウンドに上がりまして、このホールトンも初の実戦。今シーズンジャイアンツに新加入の杉内ホールトンがいずれも紅白戦でマウンドに上がっています。そのホールトンは外のボール、サード正面、亀井から一塁を送られてスリーアウトです。村田の第2打席はサードゴロ、今日はまだ2打席ヒットがありません。ホールトンがこのイニング3回のマウンドに上がりまして松本そしてボーカー、さらには村田、三者凡退に抑えて今引き上げるところです。この2人が実戦でどんなピッチングを見せるのかというのが注目の今日の紅白戦です。杉内は2回を投げまして2安打2失点、ストレートを含めてスライダー、カーブ、チェンジアップ、一通り自らの持っている球種を投じました。杉内がこの味方打線に投げるというのはフリーバッティングでの登板がありませんでしたので、今日が初めて、そして紅白戦も、今日を終えますと明日は通常の練習が行われて、明後日からは対外試合オープン戦が始まります。ですから味方打線に投げるのが、今日が最初で最後と
という機会なんですが、背番号18、エースナンバーを背負って味方打線に投じた杉内。おそらく本人の中でも背番号18を背負って味方に対しても恥ずかしいピッチングはできないという思いがあったでしょう。このホールトンも去年パリーグの最多勝という実績を引っ提げて、このジャイアンツのユニフォームを着て味方に対してまず恥ずかしいピッチングができないという思いがあるでしょう。この紅白戦、3度目の紅白戦を終えますとオープン戦に突入します。ジャイアンツ土曜日はここサンマリンスタジアム宮崎で広島と、そして舞台を沖縄に移しまして阪神とオープン戦が予定されています。第4クールのジャイアンツのキャンプです。ホールトンはこの回の先頭バッター矢野健二をショートゴロに抑えまして、バッターボックスは小笠原です。第1打席の小笠原はセンターフライでした。非常にいい当たりではあったんですが、杉内の高めのストレート、センターフライに倒れました。野手の中ではこの小笠原が持てる力をシーズン当初から出し切れるかどうか。ここもジャイアンツ3年ぶりの派遣奪回には大きなポイントになります。ここ数年はキャンプ中ではフリーバッティングも含めてほとんど、引っ張ることなく左方向中心のバッティングを見せてきましたが、今小笠原引っ張ってライト前、2度3度うなずきながら今下がっていきます。本人も納得のバッティングだったでしょうか。紅白戦での初ヒットになりました小笠原です。ライト前ヒット、非常にいい表情、表情も晴れやかです。ホールトンの2イニング目、ホールトンが打たれた初めてのヒットになります。田中大二郎がピンチランナーとして小笠原の後を起用されています。ファーストランナーです。バッターボックスは谷。第1打席は杉内に対してよくボールを見てフォアボールを選びました。この谷フォアボール、そして高口デッドボールの後、実松の2点タイムリーツーベースが生まれています。赤組です。この時期に実戦で、実際にピッチャーと相対して非常によくボールを見ながら、第1打席はフォアボールを選びましたベテランの谷です。右方向へ、ライトへ、打球に勢いがありません。長野取りましてツーアウトです。ただ谷の中でも非常に右方向へという意図を感じるバッティングでした。さあ2アウトになりました。ホールトン初の実戦紅白戦マウンド、2回を投げてここまでは2イニングス目に入ってここまでは1安打無失点という内容です。クローズドスタンス、だいぶ左足はこのインコース、このコースにかかってくるような、そんなバッティングフォームのバッターボックスは高口です。第1打席はデッドボールでした。移籍しましたサブローの人的保障でロッテから加入しました高口です。そして三塁側のベンチの前ではマシソンが投球練習をしています。先ほどのイニングは2アウトからの2つのフォアボール、2イニング目のマウンドに上がります。川口投手総合コーチからもアドバイスを受けていましたが、